私はあなたたちの介護はしませんからね。え？だってコウタさんとは血がつながってないんでしょ。赤の他人の年寄りの世話なんて誰が好き好んでするのよ。サトミさんはそう言って肩をすくめた。いきなりそんなカミングアウトをされて困惑する私たち。するとギモが口元をナプキンで拭き、静かに言った。あんたみたいな下品な女に介護してもらいたい年寄りは誰一人としていないよ。私の名前は香織、55歳の主婦だ。今年は夫と結婚してちょうど30年になる。現在はパートで事務職の仕事をしながら夫と義母と一緒に暮らしている。母さん父さん、結婚30周年おめでとう。そう言って家にやってきてくれたのは息子のコウタだ。息子は現在28歳の会社員で一人暮らしをしながら一生懸命に働いている。離れて暮らしながらも私たちのことをいつも気遣ってくれて、定期的に帰省をして顔を見せに来てくれるとても心優しい子だ。これお祝いとして旅行券買ったから2人で旅行に行ってきなよ。あら、いいのかい。せっかく買ったならコウタが誰かと一緒に行けばいいじゃないか。何言ってるんだよ。父さんと母さんのお祝いのために買ったんだから2人が使ってくれよ。いつもそうやって自分を犠牲にしてるから遠慮癖がついてるね。でもそろそろ自分たちのやりたいように生きなよ。俺は母さんたちに育ててもらえて本当に幸せだったから。急に息子がそのように言ってきたので私は涙が出てきてしまった。おいおい、何泣いてるんだよ。そういうあなたこそ目がうるうるしてるわよ。私も夫もすっかり涙もろくなっていて、恥ずかしげもなく息子の前で泣いてしまった。あらあら、床が濡れてしまうね。そう言いながらお茶菓子を出してくれたのは義母だ。コウタも立派になったね。おばあちゃんも相変わらず元気だね。どういう意味だい？あ、いや、若々しいなっていう意味だよ。そうかい、ありがとう。じゃあ褒めてくれたコウタにはもう一つお菓子あげよう。ありがとう。でもそんな子供みたいに扱わなくても。私からしたらまだまだあんたは子供だよ。まあ少しはマシになったかな。あはは、相変わらずばあちゃんは手厳しいな。和気あいあいとしながら家族の会話を楽しむ私たち。息子が帰ってくるとこうやってみんな楽しい気持ちになる。本当にとてもいい子に育ってくれてよかったと思う。それにしても結婚して30年ってすごいね。俺が生まれる前から夫婦でいるってことだもんね。コウタだってもう28歳なんだから、いい人が現れてもいい年齢じゃない。私がそう言うと息子は少し照れた顔をした。実は結婚を考えている人がいるんだ。え？私と夫は顔を見合わせた。私たちは息子に彼女がいるなんて知らなかったからすごく驚いた。そしてついにこの時がやってきたのかととても嬉しく思った。そうだったんだね。一体どういう人なの？どこで出会ったの？ちょっと母さん、そんなやつぎばやに聞かないでよ。あ、ごめんごめん、嬉しくてつい聞いちゃった。彼女を連れてきたら聞いていいから。今聞きたいのに。こらこら母さん、一人で舞い上がるんじゃないよ。婚約者の方と会える日まで楽しみにしていようじゃないか。はい。そしてそれから2週間ほど経ってから、息子は改めて実家にやってきて婚約者の女性を連れてきた。はじめまして、さとみと言います。どうも、はじめまして、コウタの父と母です。さとみさんはふわふわと巻いた髪の毛に可愛らしい服を着て、おっとりとした雰囲気の女性だった。笑顔が可愛くてとてもいい子なんだろうなと第一印象で思った。そして2人に上がってもらい、今に案内した。どうも、はじめまして、コウタの祖母です。あ、どうも、さとみです。さあ座って座って。義母は嬉しそうにしながら息子と婚約者の女性を食卓の椅子に座らせた。両親だけじゃなくこんなババアまで行ってびっくりしたかい。え？あ、いや、コウタさんから聞いてましたから大丈夫ですよ。本当に若々しいんですね。ああ、ちゃんとしつけられているようだね。え？ばあちゃん、あんまりさとみを困らせないでくれよ。はいはい、じゃあお茶菓子を用意しようかね。さとみさん、にぎやかでうるさくてごめんね。
コータが帰ってくるとみんなこんな感じになっちゃうのよ。あ、いや面白くて楽しいです。その後、義母が用意してくれたお茶菓子を食べながら、私たちは息子とさとみさんについていろいろと聞いた。二人はどこで出会ったの？職場で出会ったんだ。俺が働いている会社に新入社員として彼女が入社してきて、それで教育係として仕事を教えていたんだよ。社内恋愛なのね。さとみさんは可愛らしい方だから、他の男性社員からも人気があったんじゃないの？私がそう言うと彼女は照れ笑いをした。いえいえ、そんなことあります。彼女がそうやって言ったので私たちはつい笑ってしまった。堂々と宣言しながらも笑いを取れるなんて面白い子だな。夫は感心した様子で里美さんを褒めた。最初はお互い探りながらで緊張していたが、だんだんと私たちは打ち解けてきたようだ。彼女も表情が柔らかくなっている。里美さんは息子の3歳下で現在25歳だそうだ。コータさんはすごく紳士的なんですよ。え？コータが紳士的？なんだよ母さん。だって子供の頃はわんぱくでザ少年って感じだったから全然想像できなくてね。昔とは全然違うだろ。コータさんのわんぱくエピソード聞きたいです。そうね。あ、この子アイスが好きすぎて親がいない間に買ってきた7本入りのアイスのパックを一人で一気に全部食べたことがあったのよ。それでお腹壊してずっとトイレにこもっちゃってね。しかもその日はおばあちゃんの誕生日でケーキを食べる日だったから、そんなにアイスを食べる必要なかったのよ。だけど無理やりケーキも食べてたよな。そうそう、止めても効かなくてね。結局またお腹を壊したんだよね。私たちがそうやって話すと、息子は顔を真っ赤にして恥ずかしそうにしていた。母さんたち勘弁してくれよ。そんな子供の頃の話しなくてもいいじゃないか。あら、大事なことよ。また冷たいものを食べ過ぎてお腹を壊すかもしれないじゃない。私がそう言うと、さとみさんは笑った。コータさんにそんな一面があったなんて知らなかったです。いやいや、さとみ、それは子供の頃の話だから、今はそんなことしないよ。でも食べ過ぎてお腹を壊すことありそう。さとみさんにもいじられて、息子はまた恥ずかしそうにしていた。和気あいあいと楽しく会話ができて私は嬉しかった。彼女なら息子と幸せな夫婦の関係を築けるだろう。そんな時、夫が息子にあのことについて聞いた。そういえばコータはさとみさんにちゃんと説明してるのか？ああ、それは今話そうと思ってたんだよ。夫の問いかけに不思議そうな顔をするさとみさん。どうしたの、コータさん。説明って何のこと？実はさ、俺の母さんと父さんは本当の親ではないんだ。え？今目の前にいるのは里親で、まだ3歳と小さかった俺を引き取ってくれた育ての親なんだ。俺の本当の両親は事故が原因で亡くなっちゃったんだ。それでも2人は俺のことを愛情たっぷりに育ててくれたから本当の親だって思ってる。もちろんおばあちゃんも俺の本当の祖母だって思ってるからね。私はついでっかい。いやいや、そういうことじゃなくて。わかってるわよ。本当にコータはからかいがいがあるね。もうばあちゃんにはかなわないな。あ、ごめんさとみ、話すのが遅れてしまって。ううん、別に大丈夫だよ。さとみさんは話を聞いた時に少し驚いた顔をしていた。だがすぐに笑顔に戻ったので、ただ驚いただけなのだろう。私はそういうことは関係なく、コータさんと結婚したいと思ってるから。ありがとうさとみ。彼女が全く気にしていないことに、息子はもちろんのこと私たちもほっとした。そして話は変わって、結婚式のことについての話に。二人はどんな結婚式を考えてるの？私がそう聞くと、さとみさんは目を輝かせて饒舌に話し始めた。結婚式でやりたいことたくさんあるんですよ。もう大体のことは大まかに決まってるんですけど、それでもたくさんありすぎて全部組み込めるかわかんないくらいで、披露宴も司会の人を雇ったり、いろんな演出も考えてて、ドレスも着たいものがたくさんありすぎて一回じゃ足りないって感じです。でも2回やるわけにはいかないものね。彼女がすごくテンションが上がったことに驚きつつも、喜んでるならいいかと微笑ましく思った。コータもちゃんとサポートしてあげなさいね。
結婚式は女性が一番輝く瞬間の一つだからね。ああ、わかってるよ。こんな感じで終始和やかな雰囲気で息子と婚約者の結婚の挨拶の会が終わった。コウタは次はいつ帰省してくるんだい？ああ、しばらく仕事で忙しいからちょっと間が空くかな。多分次会えるのは両家の顔合わせの時だと思う。わかったわ。それまで体調管理をしっかりして元気にね。うん、母さんたちもね。おばあちゃんは怪我しないようにね。年寄り扱いするんじゃないよ、小アッパが。大丈夫そうだね。さとみさんも今日はありがとね。こちらこそありがとうございました。私たちは玄関先で息子と婚約者を見送った。とてもいい子だったな。そうね、結婚式が楽しみだわ。私はお尻を開けて顔合わせの服でも探そうかね。母さん手伝うよ。コウタの言う通り、本当に怪我したら恥ずかしいだろう。まったくこの家の男たちはレディに対しての口の利き方がなってないね。はいはい、さあ服を出しに行こうか。息子たちが帰ってからも和やかな雰囲気の私たち、幸せオーラをお裾分けしてもらったからか、なんだかウキウキした。それから2ヶ月ほどが経った頃、両家の顔合わせの日がやってきた。私たちが会場に着くと、すでに里美さんとご両親は席に着いていた。どうも、お待たせしてしまってごめんなさい。私たちは彼女のご両親に挨拶をした。だが向こうの親は表情を変えずにどうもというだけだったので、私たちは少し驚いた。先についていて待ったから怒ってるのかな。でも私たちも約束の時間内に来ているし、ちょっとだけ残念に思いながら私たちは席に着いた。そして両家の顔合わせの食事会が始まった。会話は当たり障りのない感じで、お互いの親の仕事などから入った。それからちょっとずつ主役である息子と里美さんについての話に。まあコウタ君はとりあえずある程度の稼ぎは得ているようだし、とりあえず旧大店でしょう。え？それにしても君は運がいいな。こんな綺麗な娘を嫁にできるんだからな。里美さんの親がそんなことを言ったので、私たちは顔を見合わせた。そして里美さんはそんな両親の発言を止めようともしない。さらには彼女自身もこの前のような笑顔がない。一体どういうことだろうか。私はどんどん嫌な気分になっていった。この前の笑顔や優しい話し方は演技だったのか。そして里美さんはニヤニヤと勝ち誇ったような顔をしながらこんなことを言い出した。念のために言っておきますけど、私はあなたたちの介護はしませんからね。え？突然そんなことを言い出したので、私たちはびっくりしてしまった。だって、コウタさんとは血がつながってないんでしょ？赤の他人の年寄りの世話なんて誰が好き好んでするのよ。里美さんはそう言って肩をすくめた。彼女のご両親も当然だと言って、うんうんとうなずいている。大体里親をしようだなんていい人ぶった偽善者が考えることよね。マジで虫図が走るわ。この前の結婚の挨拶の時も家族ごっこを見せられてマジで気持ち悪かったわ。いきなりそんなカミングアウトをされて困惑する私たち。彼女の発言にご両親も手をたたいて笑っている。確かにテレビドラマでもそういう題材のものがあるが、本当にくだらないもんな。それを地でやる奴らがいるなんて爆笑者だ。最低だ。どうしてこんなことを初対面で言えるのだろうか。私は拳を握りしめながらわなわなと震えていた。隣を見ると夫も怒っている。すると義母が口元をナプキンで拭き、静かに言った。あんたみたいな下品な女に介護してもらいたい年寄りは誰一人としていないよ。え？義母がいきなりそんなことを言い出したので、目を丸くしながら里美さんとご両親は義母を見た。まさかあんたがそんな性悪女だったとはね。結婚の報告の時はうまく猫をかぶって隠せてたようだね。その演技力だけは褒めてやるよ。でもそれ以外はクズでどうしようもない、そしてしょうもない女だね。義母は冷たい視線を里美さんに向けながらそう言った。何よ、75歳のババアが何に生意気な口を聞いてるのよ。
さとみさんは義母に罵られ顔を真っ赤にして怒った。彼女のご両親も義母のことをにらみつけている。だが義母は気にせずに話し続けた。あんたが今こうして態度を急変させているのは、どうせ婚姻届を出して離婚する心配がないからだろう。え？義母がそう言うと、さとみさんは動揺した様子を見せた。ああ、やっぱり図星だったのかい。本当にしょうもない小娘だね。結婚さえしてしまえばこっちのもんって感じかい。何を企んでいたのか知らないけど、やっぱり用心してよかったね、こうた。うん、そうだね、おばあちゃん。アドバイスをくれてありがとう。義母と息子の会話に私と夫は目を見開いた。二人は私たちの知らないところでやり取りをしていたようだ。な、何よ、あんたたち何かしたの？動揺する里美さんに向かって息子が口を開いた。婚姻届だけどまだ提出してないんだ。え？俺が出しておくって言って預かってただろ。だけどばあちゃんから結婚資金が終わるまでは気をつけた方がいいって言われたから提出しないで隠していたんだ。そんな、どうしてそんなことを？もちろん結婚はするつもりだったし、お前のことは信じていた。だけどたまにおかしいなと思うこともあったんだ。やたらと子供を欲しがって妊娠しそうなタイミングで求めてくるし、夜中にこっそりとベランダに出て電話をしている姿も見てた。もしかしたら俺は騙されているのかもしれないって心のどこかで思ってたんだ。それで更新所に調べてもらったら、つい最近に調査結果が届いて、お前が複数の男性と関係を持っているのが分かった。そしてお前が妊娠していることも知っている。誰の子か分からないんだろ。だから俺は関係を持った男の中で一番稼ぎがいい俺を選んで結婚をしようと思ってたんだな。だが俺はちゃんと毎回否認をしていたし、俺の子である可能性は低いだろう。もちろん DNA 鑑定は協力するし、もし仮に俺の子だった場合は父親として認知して養育費も支払う。だがそうなってもお前と結婚はしない。そんな。息子の発言に里美さんとご両親は顔を青くした。ちょっと待ってよ、そんなの許さないわ。許さないのはこっちだ。俺を騙そうとしたんだからな。それはそのごめんなさい。確かにあなたの言ってることは本当だけど、でも私はあなたのこと愛してたわ。それを知ってるからこの顔合わせの食事会にも来たんでしょ。そうやって息子を引き止めようとする里美さん。だが息子は冷たい目で彼女を見てこう言った。今回の顔合わせの食事会はキャンセルすると結構金が取られるし、そして久しぶりに親と祖母に美味しいものを食べさせたかったからだよ。でもやっぱり一緒に食べる人って大事だな。お前らと食べてても全然美味しくなかった。だから俺は母さんたちを連れて違うお店で食事をし直すことにするよ。そういうことだから俺たちはこれでおしまいだ。婚姻届も出してないし、ただ別れて終わりだ。じゃあな。そう言って息子は私たちを連れて食事会の個室の部屋を出た。里美さんは顔面蒼白の状態で膝から崩れ落ちていた。ご両親も黙り込んで固まっていた。会場を出ると息子は私たちに謝ってきた。嫌な気分にさせてごめんね。いやいや、いいんだよ。それよりあなたが一番辛いでしょ。いや、俺は大丈夫だよ。母さんたちをぬか喜びさせてしまったことの方が申し訳ないよ。こんな時でもそうやって私たちのことを気にかけてくれる息子は本当にいい子だ。おばあちゃん、アドバイスありがとね。大事な孫のためだ。礼には及ばないよ。義母がそう言うと息子は笑った。かっこいいな。じゃあ今日はばあちゃんが好きな高級寿司をおごるよ。よくわかってるじゃないか。あんたいい男になるよ。義母と息子の会話に自然と私と夫は笑みがこぼれた。その後息子は無事に里美さんと別れることができた。そして彼女のお腹の子は息子の子供ではないことが分かり、完全に関わりを断つことができた。里美さんは今回妊娠して企んを仕掛けようとしていたことが職場にバレ、周りから冷たい視線に耐えきれず会社を辞めたようだ。そのため彼女の世話と生まれてくる子供にかかる費用はご両親が全て負担しているらしい。一方息子は仕事に打ち込んでいるようで、つい最近昇進が決まったらしい。給料が上がったからと私たちを美味しいご飯屋さんに連れて行ってくれた。
私たちはたとえ血がつながっていなくても、こうやって仲のいい幸せな家族だ。そしてこれからもお互いのことを大事にしながら、楽しくて平和な日々を過ごしていきたいと思う。里見とご両親は本当にクズですね。もっと制裁を加えてやってもよかったのではないかと個人的に思いました。でも息子さんは騙される前に別れることができてよかったですね。そして義母はかっこよくて面白い人ですね。これからも主さんたちが仲良く幸せな日々を送れることを祈っていますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。